エリアデボルボーネ・パルマは、ボルボーネ・パルマ家の課長及び名目上のパルマ公。1907年から1950年までは、兄にあたる2代の課長の摂生を務めた。最後のパルマ公ですでに、パルマを追われていた、ロベルト・一世と、最初の妻の両シチリア王女、マリー・アピアの間に4、男として、フランス領バスクのビアリッツに生まれる。背後もパルマは、 莫大な財産を有しており、フランスのシャンボール城をはじめ、オーストリアやイタリアにも城を所有していた。1903年5月25日、ハプスブルクロートリンゲン家の一族である、テシェン公女、マリアアンナ・とウィーンで結婚した。マリアアンナとの間に三男五女を設けた。1907年に、父ロベルト一世が死去すると、時系エンリコがボルボーネ・パルマ家の課長、 および名目上のパルマ公となった。しかしエンリコは知的障害者であったため、エリアが摂政として事実上の課長の役割を果たした。1910年には、父と5歳マリーア・アントーニアの子であるイボテマイたちとの合意で財産分与を行ったが、その際に財産の半分を実質的な課長としての役割に見合うものとして自らのものとした。その中には、 シャンボール城も含まれていたが、1930年にフランス政府の資産となった。エンリコは1939年に死去したが、後を継いだ次の兄ジュゼッペも知的障害者であったため、エリアが殺傷を続けた。1950年にジュゼッペが死去した後はエリアが、名実ともに課長となった。1959年、オーストリアのフリートベルクで死去した。ありがとうございます。